病気のデパート、慢性肝炎、糖尿病、高血圧、不整脈、視力低下。愛知県三好町、原田慶三さん、65歳、男性。私は、十数年前から病院の検査で、慢性の肝炎と高血圧、不整脈があることが分かり、方々回ったり、いろいろ薬を飲んだりもしましたが、病状は良くなるどころか悪くなる一方でした。 体がだるい、根気がない、顔色はどす黒く、少し坂を登るにも苦しくて、まるで空気がなくなったのかと思えるほどでした。知り合いの方から、この長谷部式健康法を教えていただいてからは、運命が変わったとでも言いますか、暗い毎日が希望の持てる人生になったのです。最初に温熱法を受けたときは、ドロドロの汗が出たことを覚えています。 体のの中に酸素がが入ってくるのが分かりましすうと体から病魔が抜けていくような気持ちでしたその後しばらく続けているうちに血圧も下がって安定してきましたし不整脈もなくなりましたその頃からですメガネが合わなくなって調べてもらったところなんと視力が回復しているのです目の視力が良くなってメガネの度と合わなくなっているとのこと 温熱法の効果が視力にも表れていることに驚きました昨年は木々に囲まれた酸素の多い和歌山のお山自然研修所で自然とされながら作業させてもらい体調もそこそこ良好です体内の毒素を出して酸素の多い体にすることが健康に近づく方法だと体で知りました若い頃に肺病を患ってからは 健康に対する不安をいつも背負って生きてきましたが今の私には健康になる方法を見つけた喜びがありますありがたいことだと感謝していますまだまだ血糖値も高いので運動や食事にも気をつけながら実行したいと思っています私は病気とは長い付き合いなのですっかり良くなることはないと思っていますがただ言えるのは温熱法をすると 調子がいい、しないと、調子が悪い、はっきりしていますので、これだけはこれからも続けたいと思います。知人の N さん、健康会の皆さんに感謝。また、一人でも多く、この健康法で良くなればと、心からそう思っています。